浅草は不易流行の街。5分間でワクワクするビジネスが見えてくるチャンス2チャレンジ、中島誠二のビジタツ戦。第134回目のテーマは浅草は不易流行の街ということで、クォーターバック、はい、QB が浅草に引っ越してきたということもありまして、まあ、浅草をいろいろしっかり知っていこうということで、日本の園芸のメッカと言われていますロックにある浅草園芸ホールを訪ねたということなんですが、皆さん訪れたことがあるでしょうか。私も何度もこの前を通ったり、まあ寄席の前を通るんですが、なかなか入る機会に恵まれなかったということで、ついに、まあ、今回この浅草園芸ホールを訪ねてみた。そして実際に3000円払って合計ね3時間半くらい見ましたね。実のところは、まあ、面白くなかったら1時間とか、ね、1時間で出てこようと思っていたんですよ。ところが意外に面白くて、まあ、昼の部の最後まで見てしまったということなんですが、基本で11時台からやっておりまして、私が入ったのは、まあ、1時近くと、だから11時台も後半と思うんですが始まるのが、ですからもうすでに1時間くらいは経ったタイミングで私は入った。そうしますともう結構いっぱいでしたね。もうあの1階席はほとんどいっぱいなので、できれば2階席の方がいいですよってこう勧められまして、2階席に行った。まあ最終的に後で移動して1階席も体験できたんですが、さあ意外に面白かったんです。先ほども言いましたように、ちょっとそのこういうものをこう入り口でもらいました。浅草園芸ホールということで、これプログラムですね、はい。そしてこの中身をポッと開きますと、きちっとこう日にちによって、で、まあ、もちろん出し物が違うし、まあ、毎日こう交代する人もいるということなんですが、まあ、せっかくですからちょっとこう中身をご紹介したいと思うんですが、私が入った途端にやってたの、あれどっかで見たことあるおじさんたちだなと思ったら、あの今度山口君と武田君でしたよ。テレビで全然見ないからどうしたんだろうと思ってたら、いやいや面白かったです、面白かった。もう笑い取ってまして、私途中からだったんですが、いや武田君のこのこうやっててあちゃちっていうのを見るかなと思ったら、それはなかったんですけども、面白かった。そして大体、まあ話し家の人たちが、まあ、落語ですよね。落語が2人ぐらい続いて、そしてまたそうい う, こう芸人が来るとか、まあ、場合によっては3人落語家が続く場合がありますけども、この山田邦子さんって、ね、ご存知だと思うんですが、なかなかテレビに出てこないなと思ったら、こういうところもいらっしゃると。そしてまた落語家の人たちがこう何人か続き、しまいにはこう春風亭昇也さんってね、多分少し前に真打になったばっかりの方だと思うんですが、さすがに真打になるぐらいですから、いろいろ話もうまかったんですけども、そしてまたこういくらかあってこう漫才があったりするんですよね、はい。そしてこう今回手品はなかったんですけど、あの手品を間に挟んだりであるとか、それから先ほどのコンテのコントがあったりとかで、あとモノマネのね、はい、その人がね結構やっぱり面白かったですね。もういろんな人のこうモノマネをあえて一つの話として、で物語として話しながら、まあ、ご紹介してたっていうのが、今回だったんで、意外と僕がこう飽きないでずっと見てしまって、最後は大喜利があって謎かけだったんですよ。ですから、あ、これ写真撮って、OK になったんですよ。これ写真ね基本ダメだったんですが、この段階になってその大喜利をやった後の時、いやここはもうどうぞ撮ってくださいと、そして SNS に OK ですよっていうことを受けて、それぞれこう皆さんに、はい2階の方とか、ね、こっちの左の方って、みんなそこにこう笑顔を作って手を振って、そしてそんなこうあの撮る場所を作ってくれて、そして先ほどこう落語のところでこう出た人たち、その中からの、まあ、7人ぐらいですかね、が出て、そして真ん中の、まあ、座長っていうかそういう立場なんですかね、あの桂竹丸さんか、桂竹丸さんがこう中心になって座長を務めながら、この、ね、皆さんからこの商店まがいのああいう大喜利を展開したという、そういうことでした、はい。こんな風に本当にこう皆さんの方を向いてくれましてね。さあ
これは今ちょっとしたこうご報告だったんですが、ご存知のようにここはあのフランス座とくっついてまして、少し前に今注目されていたあの浅草キッドもここが舞台と。そして当然のようにもうビートたけしからまあコント55号もそうですし、まあその昔で言いますと渥美清さんであるとか百合徹さんであるとか、ね、東八郎さんであるとか、もうこの人方も本当にこのあれね、会社は一緒で隣があのストリップのとこなんですね。どちらかというとその今言ったお話の、まあ、後々注目された人はこっちも出るんですけど、どちらかというとそちら側で、あのね、踊り子の合間に出てたっていうのが、まあ、実際だったということのようなんですが、いやとにかくやっぱりこう歴史がある風がやっぱり良かったですね。340席ぐらい全部2階まで入れますと、でも300人近く入ってたということなんですよ。いや土曜日だっていうこともあると思うんですけども、それだけ繁盛してて僕はだから安堵しましたね。はい、安心しました。いやこれなら結構まだまだね、きちっとこの、まあ、演芸ホールもそうですし、お笑いというのがやっぱりこうこれからもまだまだ活性化していくだろうなと。今特にこの噺家の人たちっていうのは今600人ぐらいいるって言ってましたから、逆に言うと一番今多くの人たちが噺家になりたいとしているっていうことですね。さてこんな話してますと本来のもう結論にいかなくなってしまうんで、まあ、改めてちょっとお話をさせてもらうんですが、不疫流行という言葉、皆さんもご存知だと思うんですが、まあ、不疫というのは変わらないこと、すなわち時代を超えて変わらない価値観のものとかこと、そして流行というのは時代の変化とともにこう変わっていく必要のあるもの。この言葉をもちろん残したのはご存知の松尾芭蕉さんなんですが、もちろんあの俳句というのはね、その変わるものと変わらないもののそのこうところをこ うまくね、表現するっていうことなんでしょうけども、それ以上にやっぱり松尾芭蕉という方は私からしますと俳人でもあるけどね、俳句を作る人でもあるけども、僕は哲学家だったんじゃないか。やっぱり世の中は変わっていいものと変わって良くないもの、それによって構成されてるんだと。それを履き間違える、使い間違えると多分物事はうまくいかなくなる、もっと言えばビジネスもうまくいかなくなるっていうことを、このこう長い目で見てそして言えた言葉がこの不疫流行という言葉ではないかと。そこでご存知のように新宿であるとか渋谷であるとか、こういう街っていうのは不疫流行ではなくて流行が中心の街と。ですから新しいものにどんどん入れ替わっていく街。ところがこの浅草っていうのは、まあ、この演芸ホールだけの問題ではないんですけども、やっぱり古いものがきちっと浅草寺を中心にこう残っている、中見世も含めて残っている。でもそこで売られているものは少しずつ少しずつこうやってこう、ね、流行に合わせて変わっていく、その変わっていいものと、ね、そして変わってはいけないものがうまくこうバランスをとっている街が浅草なんじゃないかっていうことを、今回この浅草演芸ホールに行きながら考えていたということなんですが、私はつい2030年、ね、全てが加速する時代にって言って新しいこと、ね、流行のことをたくさん話しているように見えるかもしれませんが、説著である、まあ、私が書いた本である儲けないがいいというのはまさに不疫流行がテーマになっています。すなわち私が言いたいことは、この不疫流行、私たちのビジネスも含めて、いや浅草の街の話だけじゃなくて常に不疫流行です。変えてはいけないものとどんどん変えていかなきゃいけないものっていうことをきちっと見極めて、それを経営としてビジネスとして展開していくということが、まあ、選ばれる理由になるんではないかということが今回お伝えしたかったこと。たまたまこの浅草の街を材料にお話をしましたが、私が伝えたかったことはビジネスも街も不疫流行というのが大切だということで、浅草は不疫流行の街というお話でした。不疫流行意識しましょう。